小人口に向かってます。アレクサ、小事故について。こんな説明が見つかりました。小事故は山梨県南鶴郡富士川口湖町にある湖、富士五湖の一つで、西から2番目、東から4番目にあたる富士箱根伊豆国立公園の特別地域内にある富士山から信仰の対象と芸術の源泉の富士山域の一部として世界文化遺産の構成要素に含まれている。
最後は1960年の映画です。アルフレッド・ヒッチコック監督作品、原作はロバート・ブロックの推理小説、脚色を黒い蘭のジョセフ・ステファノが受け持つ。撮影と音楽はジョン・L・ラッセルとバーナード・ハーマンがそれぞれ担当。出演はノット物語のアンソニー・パーキンスのほか、ジョン・ギャビン、ダネット・リー、ベラ・マイルズら。制作のヒッチコック、最初の放題はサイコ異常心理、上映時間は1時間49分です。アレクサ、富士五湖のサイコについて。すみません、わかりません。富士のカエルは有効になっています。これを使いますか。アレクサ、湖のサイコについて。アレクサ、山梨県のサイコについて。山梨県の山は富士山、北岳、西湖畑などがあります。アレクサ、湖のサイコについて。このような答えが見つかりました。湖は6万7000スカスピ海の隣接国はアゼルバイジャン、イラン、カザフスタン、ロシアとトルクメニスタンです。スカスピ海スペリオル湖の隣接国はカナダとアメリカ合衆国です。スペリオル湖とパリネコまで知っています。アレクサ、タヌキ湖について。こんな説明が見つかりました。タヌキ湖は静岡県富士宮市にある湖、断層活動により隆起した国自大連の窪地を拡大させて形成された人造湖で、富士山の西麓、朝霧高原の一角に位置する。もともとはタヌキ沼、あるいはタヌキ沼と呼ばれていた小さな沼地であったが、1923年に発生した関東大震災の影響で周辺の水の供給を賄っていた芝川の水量が減少したことから、農業用水を確保するために1935年からタヌキ沼に堤防を建設し始め、沼を人工的に拡張。アレクサ、朝霧高原について。辞書で朝霧高原についての説明が見つかりました。朝霧高原は静岡県東部、富士山西麓に広がる高原、標高500から900メートル、全国でも有数の酪農畜産地帯。鎌倉時代、源頼朝が富士の巻狩りを行ったところ、名の由来は高齢地のために朝霧が多く発生するところから。三里ヶ原。世界遺産について。
こんな説明が見つかりました。世界遺産は1972年のユネスコ総会で採択された世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づいて世界遺産リストに登録された文化財、景観、自然など人類が共有すべき顕著な普遍的価値を持つ物件のことで不動が不可能な不動産が対象となっている。慣例的な用法としてその中の文化遺産を世界文化遺産、自然遺産を世界自然遺産と呼ぶことがある。道の駅朝霧高原に着きます。着いたら富士山を撮影します。